ザイトゥーン部隊は韓国がイラク再建のため北部クルド人自治区のあるビルに派遣した陸軍部隊。ザイトゥーンはアラビア語でオリーブを意味する。韓国は2003年600人規模の女広し、サイバ部隊を多国籍軍の一部としてイラクに派遣したが、米国からさらに大規模な派兵を要請され、2004年2月23日ザイトゥーン部隊を創設した。 当初は8000人規模であったが、派兵反対論も根強く、3600人に縮小された。ザイトゥーン部隊は8月25日から順次クエートに向け出発、同国の米軍基地キャンプバージニアの宇田リ訓練場で訓練を受けた後、9月2日から順次アルビル入りし、9月22日アルビル展開を完了した。同部隊は、 アルビル空港近くのランキンや北西のスワランなどに駐屯し、物資支援や道路建設、電力供給、テコンドー普及、警察、民間防衛軍育成などの任務に当たる。11月に宿舎建設が完了して、さらに800人程度増派され、3600人規模にまでなった。現地司令官は行為をしやつ陸軍少将。この派兵により韓国は、 アラブ過激派からテロ予告を受けており、韓国内は厳重な警戒体制が敷かれている。2007年10月10日、イラク滞在中のドナルド・ラムズフェルド・米国防長官が在トゥーン部隊を電撃訪問して激励した。またロブゲン大統領も2007年12月8日、パリからの木とアルビルの在トゥーン部隊を電撃訪問している。 イラク現地での活動を行った部隊は2006年4月より段階的に縮小してゆきその後2008年12月20日在トゥーン部隊はイラクから完全撤退した。韓国時間で2007年5月19日午後6時45分頃韓国軍在トゥーン部隊のクレボー注意が 舞台展開寮内にある在ン病院医療部隊の理髪店で重曹を負って死亡しているのが発見された。発見現場には当時注意が使用していたと思われる軽通銃一丁と薬莢一つが落ちていたと言われている。その後、国防部の調査本部は2007年6月4日他殺ではなく自殺であると結論を発表した。この件は 在ン部隊が派遣されて初めての死亡事例であり、また派遣中で唯一の韓国軍兵士の死亡事件であった。ありがとうございます。